雷神、来44、24日、埼玉スーパーアリーナ、クレベル小池、33、盆栽柔術イコールが金原正則、40、イコールリバーサルジム立川アルファイコールとのフェザー級5分 3R マッチで、0対3の判定で敗れ、一本勝ち、宣言の公約を守れなかった。前回6月、雷神43の体重超過による王座剥奪の苦渋を味わい、再起をかけた一戦。 一回、金原は左フックを決めるも二分過ぎにクレベルは得意の寝技に持っていき、フロントチョークで攻めるもベテラン金原はうまくかわした。二回は金原が得意技のお株を奪う寝技に持ち込み、マウントから右ストレートを浴びせた。勝負の三回、金原コールが起こる中、テイクダウンから打撃技を加えられ、自身はなかなか決定打を奪えなかった。前回はわずか400グラムの超過により、 王座を下達されたが、今大会の前日計量は65、85キロで一発クリア。試合に負けてないから僕がチャンピオン、とフェザー級王者への思いを明かしていたが、再起戦を飾れなかった。クレベルが日本人ファイターに敗れたのは14年ぶりの屈辱。試合後はリング上で呆然と一点を見つめた。